バックしてから一度止まりますが、乗り降りはできませんので、ご了承ください。 皆様、おかげで、クロベ君に静かに舞いのお話を聞きましょう。今日もこちらこの辺りは、山火が積もり、そして黒部、発展夜間の水を集め、水川エリアを
黒部川の支流、黒部川に沿って進んでいます。左対岸に黒部川本流との合流点が見えてきました。川を渡る吊り橋には黒部から同じ島で